ローマの泉の泉魅力第4回は5年でローマの基本形をこれは1860年にシャルル・フィショーが描いた近代化されたパリ現在のパリの基本形を作ったのはナポレオン三世の命を受けたオスマン男爵によって1853年から17年間かけて行われたパリ大改造です。 では現在のローマの基本形を作ったのは誰でしょうかこの人物ローマ教皇シクストゥス,ス,ス5世はパーパ・ウルバニスタ都市計画者教皇と呼ばれます。就任した時の年齢は64歳在期間は1585年4月から1590年8月までのわずか5年4ヶ月。一体どのような、 都市整備を行ったのでしょうか中世以来世界中から人々がローマに集まってくる根本には聖地ローマへの巡礼がありました。これは1575年にアントニオ・ラフレーリが描いたローマ七大巡礼の図。1がサン・ピエトロ大聖堂2がサン・パウロ・フォーリ・レ・ムーラ大聖堂。 城壁のの外にあるのでこう呼ばれます3はサン・セバスティアの大聖堂4はサン・ジョヴァンニ・イン・ラテラの大聖堂5はサンタ・クローチェ・イン・ジェルザレンメ大聖堂6はサン・ロレンツォ・フォーリ・レ・ムーラ大聖堂7はサンタ・マリア・マッジョーレ大聖堂ですでは まず最初で、最大の巡礼地、サンピエトロ大聖堂への巡礼ルートから見ることにします。これはローマの概略図、この部分を拡大します。中世以来、巡礼者たちの大多数は、北からミルィオ橋でテベレ川を渡り、フラミニア街道をまっすぐに進んで、 ポポロ門に達し、ここで入国の許可を求めます。これは現在のポポロ門です。これは18世紀初頭のポポロ門。門をくぐると、目に飛び込んでくるのは、ドームを乗せた2つの教会堂、通称双子教会とオベリスク。このオベリスクは、チルコマッシも大競技場に 埋もれていたものを1589年、シクスス5世が運ばせてここに設置させました。巡礼路の指標とするためです。このオベリスクは、元はエジプトの神殿に置かれていたものであり、異教徒の建造物です。そのため、先端に十字架をつけることで、巡礼路の指標としました。 これはピンチョの丘から見たポポロ広場の前景です。オベリスクの下にはデ、デンラポルタが1572年に作った泉があり、巡礼者たちの喉を潤していました。ここから、巡礼者は双子教会の間のコルソ通りを進みます。しばらくすると、古代から、 マルクス・アウレリウス記念柱が立っているコロンナ広場に出ます。ここにも、1575年にデルラポルタが作った泉がありましたが、この広場でも、シクスツス5世は巡礼路を整備するため、記念柱の先端にキリスト教の聖人像を乗せました。聖パウロ像です。こうすることで、シクスツス5世は、 異教徒の記念中を巡礼路の指標に変えたのです。巡礼者はこの広場を右折して進みます。しばらくしてサンタンジェロ橋に出ます。正面に見えるのはサンタンジェロ城。この橋はベルニー二作の彫刻、現在はレプリカで装飾されていますが、それが行われるのは17世紀に入ってからです。 橋を渡って、すぐに左折すると、サンピエトロ大聖堂の異様が目に飛び込んできます。あと目的地まで残り500メートル。ただしこのような広い通りが作られ、サンピエトロ大聖堂の全容を離れた場所から眺められるようになったのは、20世紀中頃のことです。このコンチリア・ツヨーネ通りができる。1936年以前、巡礼者は、 サンタンジェロ橋を渡った後建物が立ち並ぶ狭い通りを進むことになりましたこれはシクスツス5世が亡くなって3年後の1593年に制作されたサンピエトロ大聖堂と広場ですここに描かれたオベリスクの設置とサンピエトロ大聖堂クーポラの建設を行わせたのもシクスツス5世でした このオベリスク、やはり先端には十字架をつけることで異教徒の建造物であるオベリスクを霊路の指標に変えました。このオベリスク旧大聖堂の南側に建っていたものを写し聖都ローマの中心サンピエトロ大聖堂を前にシクストス5世が設置させましたがそれは想像を絶する難工事でした。 この仕事を完成させたのは、シクストゥス五世の副神ドメニコ・フォンターナ。後に彼は誇らしげに一生を表し、次の冊絵と共にその難工事を伝えています。工事は1586年4月から9月までかかりました。この絵が描いているのは、1586年9月10日に行われたオベリスクの設置の様子です。この設置のために、 巻き上げ機44台、馬140頭、人足800人が動員されましたこれは今まさにオベリスクが建てられようとしている場面を描いていますここを拡大します途方もない難工事だったことがよく伝わってきますこれは1586年以前に描かれたサンピエトロ大聖堂クーポラが まだ出来上がっていないことがわかります今でも巡礼者にとっての最大の目印といえばサンピエトロ大聖堂クーポラでしょう設計にはミケランジェロも関わりましたが最終的にはシクスス5世の命を受けて泉の建築家ジャコモデラポルタが完成させました以上見てきたように シクストス5世は十字架をつけたオベリスクや聖人像を載せた古代ローマ帝国皇帝記念中を設置するとともにサンピエトロ大聖堂のクーポラを完成させることで巡礼路を整備しローマの権威を大いに高めたのです。